皆さんどうもこんにちは。長崎の演奏家の島崎優斗です。いや、面白い質問が来ました。大人になってから音大に入りたい、あるいは、仕事をしながらでも入れる音大とか、音楽を専門的に勉強できるところはありますかっていうご質問が、短期間にね、3つ来たんですよ。そう、コメント欄にもありましたし、DM から、Twitter の DM でも来ました。で、答えから言うと、あります。ありますし、全然行くのは OK です。で、音大とか、いろんな音楽大学、それから専門学校とかにも、そういうね、特別な学科っていうのがあるんですよ。武蔵野音大だとね、確か特修科って言ったかな。特修科もしくは別科。別の科目って書いて、別科っていうところだったと思うんですけども、これっていうのは基本的に、まあ、週に1回、2回、まあ、週に1回かな、レッスンが受けられて、で、さらにちょっとその、自分で選択して、なんかこう、音楽の勉強、ソルフェージだったり、和声だったり、なんか和音の勉強だったりみたいなのができるみたいな。あと、ピアノとかも取れたかな。まあ、これ結構学科とかその学校によって違うので、その辺詳しくは調べていただきたいんですけども、大人になってから、あるいは、例えば普通の大学出たけど、やっぱちょっと音楽、やり直したいとか、で、普通に音楽大学行くほどではないし、もしくはそれだけの時間の余裕やお金の余裕はないけど、ちょっと音大とかで、しっかり勉強したいなって人のための、なんか特修か別科みたいなのがあります。で、基本的にそこに行く人っていうのは、もともと音大行ってて、そっからもうちょっとこう、プロになりたいから、もうちょっとだけ、バイトとかしながら勉強しようっていう人もいるし、あるいは全然音楽やってこなかったけど、ちょっとやっぱり勉強したい、ちゃんと音楽を知りたいから、いきなりそこにポンって入ったっていう人もいるし、あるいはずっと趣味でやってて、せっかくだから、せっかくだからもうちょっとこう、上手くなって、セミプロぐらい、ライブとかやって、お金ちょっとでももらえるぐらいになりたいな、みたいな人が入ったりとか、まあ本当にいろんな条件というか、いろんな思惑があってそこ入ってる人がいるので、全然ね、プロになりたいから音大行くみたいな感じじゃなくて、全然いいんですよ。まあちなみにもともとね、音楽大学入る人たちの中でも、プロになろうと思ってるわけじゃない人結構います。音楽の先生になりたいから、音大でしっかり音楽を勉強してから、先生になるという人もいるし、音楽系の企業に勤めたい。で、音楽系の企業を勤めるには別に音大行かなくてもいいんですけど、でも自分はやっぱ音楽が得意だし好きだから、音大で好きなことを4年間やって、で、そのまま、音楽関係の仕事に就こうっていう人もいます。どんぐらいだ？半分ぐらいかな。プロを目指して音大入る人って実は半分ぐらいな気がしますね。で、もしくは大学1年生ぐらいの時に、なんかもう、まあ周りがね、みんな音楽得意な人たちなんで、あ、意外と自分そんなにすごい得意なわけじゃなかったんだって諦める人とかも結構いるので、大学3、4年の頃にはね、もうプロを目指すってすでにもう一握りになってる感じです。はい、本当に。まあなので、全然プロを目指さないで音大行ってもいいし、そこまで毎日音楽付けとかは難しい。もしくは大人になってから音大、音楽系のところを勉強しに行きたいので、別科、特修科とかそういう週に1、2回しかない学科に行くっていうのもね、全然ありだと思います。まあやっぱり基本的に音楽の大学とか、その専門的な勉強したいって人は、レッスンがしたいっていうのと、音楽のなんか特殊な知識ですね。こういうのが得たいっていう人も多いですし、あとは演奏経験。これが必要なので、まあそういう別科特修科みたいな、大人向けっていうのかな。まあちょっと特殊な科っていうのは、やっぱりそういうニーズを満たしてると思うので、ぜひ、調べてみることをお勧めします。で、この辺普通の音大に比べてもちろん学費がね、すごい安いので、割と、普通に仕事してる人だったら、手が届く範囲の、金額になってるはずです。まあ月何万とかかな、だと思います。あるいは安い専門学校とかね、行って、専門学校の、さらに授業が少なめに、取れば、その授業数によって、金額決まるようなところもあるので、そういうところで自分が取りたい、科目だけ取って、まあ、最悪卒業しなくても、取りたい科目だけ取って、なんか、気が向いたというか、自分が満足したら、じゃあもう私も終わりにしますでもいいと思うんですよ。で、そういう方法ってね、実はいろいろあると思いますので、大人になってから音楽本格的に勉強したいなっていう方はぜひ諦めずに、調べていただければ嬉しいです。はい。まあそうやって思ってる人って結構いるんだなと思って僕びっくりしました。でも、その方法ってやっぱりあんまわかんないですよね。なので、まあちょっと知ってほしいなと思って、あんまり再生されないかもしれないけど、動画撮りました。はい。長崎の演奏家の島崎優斗でした。役に立ったなら、嬉しいです。さよならー。